それでは皆さん、優勝のコンをお待ちください。彼も皆さんご存知のように、一応は昔選手でした。あの輝かしい選手時代があります。その時のもう一度ですね、小林、まあ、輝いて今も輝いていますけれど、あの時のようなもっとね、なんかスマートなまた違う一面が、この企画によって見れればなというふうに思ってますので、ぜひ、温かい目で皆様、お見守りください。簡単ではなくて健康面にも気をつけながら、それから彼がその痩せた時にどういう検査結果になっていくのか、そういうこともやっぱり理解していかないといけない。でそういう面で我々がサポートできる。それから食べ物はどうすればいいんだというようなことを、栄養士なんかがきちっとあのさせてくれると思います。昨日決意を聞いたところ、すごく固い決意を持っておりましたので、僕の方でもルネサンスの熊本南の方でも、バックアップをさせていただきたいなと思っておりますので、ぜひルネサンスがちょっと遠のいたなっていう感じの時がありましたら、スタッフの皆様ぜひルネサンスへ行きなさいと、あのお尻をですね叩いていただければと思いますね。しっかりとサポートしていきますので、はい、よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。はい、ありがとうございます。引退した時にですね、今まで体をいじめてきたから体を休ませてあげようというふうに思いまして、そこからどん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 、お腹が出てきまして、このお腹を皆さんが触ってで、大きいねって言われるのがですね、なんていうんですか、トレードマークというか、小林くんいっぱい食べれるでしょうって言われたら、はい、いただきますという、すべて皆さんの期待に応えて、いっぱい食べてきたところなんですが、ちょっと、これじゃあ、スタジアムで戦っている選手たちの前で、スタジアム DJ なんかできねえなと。一番の大きな目標はモテたいというところでありますが、それは少しオフレコでお願いいたします。小葉さんなら、あ、ちょっと椅子引いてね、はい、小葉さんなら絶対痩せれる、痩せれるもんって言ってます。はい、頑張ってください。痩せれるもんって言ってます。ありがとうございます。シャツも白だったらよかったんだけどね。黒はちょっと細く見えるもんな。うん。これはちょっと。